皆さんこんばんは、百円ゲーマーです。ということで、日本に行った時のラジオを、やりたいと思います。私が日本に行ったのは今年の1月の後半から2月の初めにかけて、行ってきたんですよ。ちょうど新型コロナウイルスの情報が出始めた頃だったんですけど、まだね、感染者がそこまで見つかってなかったんで、大事じゃなかったんですよね。自分が帰ってきた時ぐらいから結構感染者が日本で見つかっててっていうんで、タイミング的にはもうほんとギリギリだったと思うんですけど、2週間ぐらい行ってまして、で出張で日本に行ったんですよ。でこの去年も1回行ってて、去年っていうかそうですね、19年の2月ぐらいに行ったんですよ。で今まで日本に行く時っていうのは、大体 YouTube の視聴者の人と必ず会うようにしてたんですね。オフ会をするとかって言って、そうだったんですけど、今回はリアフレに会うっていうのを結構自分の中でテーマとして掲げてて、それをメインに行ってきたんですよ。なかなかね面白かったんですけど、1年ぶりの日本だったんで、大してびっくりすることはなかったんですよね。そこまで大体1年だったらそこまで変わらないですし、電車の乗り方も分かってますし、パスも買うとかね。で日本に行って、うちの家族もちょうど日本にいたんですわ。うちの両親がずっとシカゴに住んでたんですけど、今まで、日本に転勤するっていうんで、自分が日本に行く前日に実はもう荷物とか全部整理してて日本に引っ越してたんですね。だからそういう意味では両親と一緒にこう過ごしたりとか、あと自分の真ん中の弟が日本に住んでるんで、彼らにも会ったりとかっていうのはあったんですけど、高校の時の友達に会ったりとか、あとね、オハイオに住んでた時に、一緒に近くに住んでて、仲良くさせてもらってた家族の人と会ったりとか、そうやりましたね。あと YouTube 関連だと、YouTube として知り合った方がバーを経営してたんで、そこにちょっと友達とリアフレと一緒に行って、他の YouTube で知り合った人も集まってとか、本当少人数ですけど、とかっていうのもありました。それで、あと食べ物は今回すっごい食いましたね。去年行った時は、完食はそんなしなかったんですわ。結構高いお寿司食べたりとか、なんかお肉食べたりとか、食べ物系は結構お金使って、そういう、なんていうの、各食事にはお金使ったんですけど、気軽にコンビニに入って肉まん食べるとか、あと、アイスクリーム食べるとかっていうのはあんましなかったんですね。今回それをかなりやったんで、体重がものすごい増えましたね。びっくりしました。アメリカ帰ってきてから。体重計怖くて乗れないんですけど、今まで朝起きて、それで一杯のそのボール一杯のシリアルを食べたら、結構お腹いっぱいだったんですよね。で、お昼もお弁当普通に、なんていうの、家で作ったの持ってくんですけど、少量で、夕食も正直そんないっぱい食べるあれじゃなかったのに、日本行ってすげー食べて、でアメリカ帰ってきたらシリアル朝2杯とか食べても、俺まだ腹減ってんじゃんみたいな感じにちょっとなっちゃいましたね。で今それちょっとずつ直して、今やっとちょっと調子良くなってきましたね。シリアル1杯でも大丈夫になってきましたけど、ちょっとそれは自分の中で正直ショックでしたね。でも食べ物美味しいからね、しょうがないんですけど。で、いくつかその自分の中で思い出に残ってる話が あるんで、それをちょっと今日は一緒にね話にしたいんですけど、まず高校の時にすげえ仲良くなった俺の親友って呼べる友達がいるんですよ。なんですけど、やっぱ自分すごい連絡を取るのが苦手な男で、どんなに仲良くしてもやっぱ続かないんですよね。
その連絡がだこまめに、なんていうの、年賀状でも交換したりだとか、まあ、年に 1,2 回とか電話で話したりっていうのをすればいいんでしょうけど、ものすごい苦手なんですわ。それでこの高校の時に知り合った親友、彼とも20年ぐらいも連絡取ってなくて、で今回たまたま日本に、まあ、行った時にちょっと電話してみようと思って電話したんですわ。そしたら、まあ、電話出てすごいよね。それで、まあ、話してちょっと会えるっつったら、あの急だったんですけど、まあ、会えますよっていうことで、まあ、会って、でどうだろう、5時間ぐらい、まあ、やつも結婚して子供が4人ぐらいいたんで、まあ、5時間ぐらいあのご飯食べながら家を邪魔させてもらってね、まあ、話をして、でうちの自分の奥さんと向こうの親友の奥さんが友達同士なんですわ。面白いことで、まあ、そんなんで、まあ、そんな話で盛り上がったりとか、まあ、いろいろ話してて、まあ、楽しかったですけどね。まあ、20年のブランクがあるんで、要はそのいろいろいろんな面白い話が出るわけですわ。まあ一番の定番って言ったら、やっぱ一緒にあの遊んでた他の友達がどうなったのとか、あの彼はまあずっと日本に住んでるわけなんで、そういう人ともまあ交流があるあれですからね。この人どうなった、あの人どうなったって話になって、で誰と誰が結婚したっても話になって、であと元カノはどうだったとか、まあそんな話ばっかりしてましたねだからこいつはもう今自立して自分で仕事やってんだよとか、こいつはなんかこんなことやってんだとか、なんかね、まあいろいろ、まあ昔の話に花が咲くっていうか、まあ面白かったですね。だけどびっくりしたのは、そのまあ一緒にじゃあ写真撮ろうよって話になって、あ撮ろう撮ろうっつって、まあ写真撮って、で彼は Facebook やってるんで、これ Facebook 載せてもいいかって言われたんですよ。で別に全然いいんじゃないのって話をして、でじゃあ載せとくねって載せたんですよ。で俺も Facebook 実はやってた時期があって、今もアカウント残ってんですけども、俺やってないんですけども、 Facebook タグしたらしいんです、俺のこと。そしたらその俺の親友の友達が俺のことをその100円ゲーマーとしてしてたっつって連絡来たんだけどって言われて、えそれじゃあ俺の Facebook タグすんのちょっとやめてくれるっつって、っていう話がありましたね。だから世の中狭いなと思って、なんていうのそのリアルのフレンドで俺のことをそういう風にしてたっていうのがびっくりしましたね。あー世界って小さいなと思って、まあな話がありましたけどね。でもやっぱ昔の友達っていいもんですね、話すとね。こう共通の話題があるから、彼としかその昔の話はできないから、すごい楽しかったですね。そっか、まあ何やったかな、あとはあれですね、その魔王さんっていう、まあ、YouTube 通してラジオでも過去に一回話したことあるんですけど、まあ、彼があのバーを経営してるっていうことで、まあ、そのバーに一緒にあの友達と行ってきたんですけど、すごかったですね。なんかねあれですわ、あのいろんなホラー映画とか、なんかティム・バートンとかいるじゃないですか。ナイトメア・ビフォア・クリスマスっていう映画を作った、まあ、監督さんがいるんですけど、彼を結構リスペクトしてるところがあって、あのホラーのその映画のポスターとかぬいぐるみとかいっぱいね飾ってあったりとか、あとプレイステーション4の、バーチャルヘッドセットとか、なんかねいろいろ置いてあるんですよ。でメタルギアとか、なんかでそういうその空間の中で気持ちよくお酒を飲めるみたいな感じのところで、すげえ良かったですね。なんかなんだろう、 YouTube の人と知り合ってもその人の仕事場ってなかなか見れないじゃないですか。今回そういうね知り合った人の仕事場を実際に自分で経営してるバーに行ったわけですから、なんかすっげえ新鮮でしたね。あこんなことやってんだと思って、うーんかっこよかったですよ。でバーテンダーなんですけど、なんかねその彼の名言を聞いたんですけどね、バーテンダーとしてお客さんのグラスを空にしちゃいけないと。で俺もそのお酒飲まないから、コーラとかなんかトマトジュースとかなんか、まあ、ノンアルコールのものを結構飲んでたんですよ。で
アルコールってやっぱそんなガビガビね、ガブガブ飲まないから結構グラスが開かないんですけど、俺はコーラとかだから結構すぐグラスが開くんですよ。で彼はもうすぐ気づいてペッペッってこう入れてくるんで、めっちゃ飲みすぎましたけどね美味しかったんですけど、でこだわりも結構ありましたよ。なんかコーラもやっぱりなんていうの、缶のコーラじゃなくてちゃんと瓶のやつを輸入してたりとか、あとトマトジュースもなんかね、アサリのなんだろ、アサリのエキスが入ってるトマトジュースとか美味しかったんですけど、で氷もちゃんとこう削って丸くするんですよ。で一緒にいた友達とかアルコール飲んでたんでやってましたけど、なんか毎回その丸の氷作ってそれにちょっとウイスキー入れたりとか、なんかもうわけわかんないお酒いっぱいありましたね。うーん、すごかったですよ。いやー、まあ機会があればぜひちょっとね、皆さんも立ち寄ったらいいと思いますけど、いい感じのバーで面白かったですよそうなんだけど、なんかね、音楽がねなんかあの時気使ってその音楽流したのか分かんないけど、なんかジブリの曲とか、なんかジャズっぽいジブリの曲とかなんかねやってた。で映画とかも常に流れてるんですよ。なんか面白い空間だったなと思って。でちゃんとソファーとかあってさ、食べ物はなんか持ち込みが OK でお酒だけ提供してるんで、ケンタッキーとか持ってってなんかそれ食べながらお酒飲んでとかやってましたね。その説は本当お世話になりましたとかあったかな。あとね、これあとこれね、やっぱ日本はダメだなと思ったんだけど、アメリカって常にそのトイレをね使おうと思ったらいつでもトイレにアクセスできるんですわ。だからなんていうのかな、例えば車運転してて急にお腹痛くなったってなったら、まあ、近くのガソリンスタンド行けば、別にそこでガソリン入れなかったとしてもトイレ使っても全然何も言われないし問題ないんですわ。とか、まあ、ファーストフードのマックとかウェンディーズとかもいっぱいありますし、そこ行けばトイレ使えるし、トイレがない、トイレを使えませんっていうところはあんまりないんですよね。聞いたことない。だから結構そのなんていうの、わあ今日お腹痛いなってなっても安心して外行けるんですわ、アメリカだったら。でも日本って一回その自分の家を出てしまうとなかなか家に戻れないじゃないですか。しかもトイレもそのどこにでもないっていうか、なかなかトイレアクセスが難しいっていうか。で日本でね、なんか別に家出た時そんなお腹痛くなかったのにその、まあでそれで電車乗ったりして結構遠出したんですわ。でも帰ってくんの夜の11時とかだったかな、あれで電車もう電車乗って帰ってきてる時にちょっとお腹が痛かったんですよ。だけどまあ家まで歩いて帰るけどまあ大丈夫だろうと思ってたのね。で駅を出た瞬間、階段とかもいっぱい登って改札出て駅を出た瞬間にめちゃくちゃお腹痛くなったんですわ。でもうそのなんていうの、もう我慢できないぐらい、もう歩けないぐらい。でもその時にすっげーいっぱい荷物持ってたんですよ、重たいの。だからその重たいのを背負ってるプレッシャーもお腹に来てるし、歩かなきゃいけないっていうプレッシャーもあるし、でもうほんとすっげえトイレ行きたかったんですね。それで駅出て自分が泊まってるホテルまで正直もう10分15分ぐらい歩かなきゃいけないんですよ。でとことこ歩いてて、ローソンがあったの。あ、ローソンだと思って、でローソンパッて外から見たらトイレがないの分かったんですよ、すぐ。あ、これダメだと思って、それでもうその自分の右手をお尻によく見るでしょ、トイレ行きたくてお尻押さえてる人、もうあの状態だったんですわお尻をもう押さえてる状態で、俺もうほんとノグソしようかなって一生思ったんですよね、もう無理だから。だけどセブンイレブンがパッて見えたんですよセブン入ったんのね。で奥のなんかドアがあったんです。そのトイレで
で店員さんにトイレ使っていいですかって言ったらいいですよって言われて、で行ったのよ。それでパッて開けたら清掃員の人がいたんですわ、トイレに。でめっちゃなんか、いや清掃してる途中で俺もトイレ使わせてくださいって、もう言う前に多分顔がすごい顔してたんでしょうね。もう何も言わずに無言で彼は出てくれてトイレからで俺もう入って、あの分かるから、もうどうでもいい感じで、もう本当だったらカバンとかトイレの床に直接置きたくないのに、もう我慢できないからもうパパッと置いて、もうズボンもなんていうの、足をくねくねさせながらもう脱いで便器座ってもうやったんですわ。バーって、汚い話ですけどね、バーってもうちょっと音立てて出してしまったんですわ。でまあそっからもうなんていうの、そのすぐ一回出して出れないんですよね。そっからどうだろう、10分ぐらいかな、トイレいたのかな。それでまあその時全然考えてなくて、とりあえずもうよかったよかったって安心感しかなくて、でじゃあ終わってね、用足してトイレのドア出たら、この清掃員の巣ずっとそこ立ってたんですわでまあその正直トイレ臭いですよね。ですぐその清掃員の人入ってったからさ、うわーと思って、まあもう一生会わないからいいんでしょうけど、すっげー気まずかったな。その時思いましたね、やっぱ日本はきついなと思って、トイレいろいろ不便ですよね。だからやっぱきっちり準備して家の外出てかないと、日本の場合やっぱりもう安心できない。特に俺結構腹すぐ痛くなるから、もうね、いやー、あれは一番きつかった。やっぱアメリカいいなと思ったね、トイレがすぐあるっていうのと、あとゴミ箱が一切なかったっていうのはびっくりしましたね。なんか瓶とか缶を捨てるゴミ箱は結構あったんですよ、駅とかに。だけど普通のゴミを捨てるゴミ箱ってほんと数少ないなと思って、駅とかにね、特にびっくりしましたね。あ、そんなもんなのかと思って。まあ、後で話聞いたら、危ないもの捨てられてたら困るからって言うんで、そういう風になったって聞きましたけど、結構前に日本行った時、そんなことなかったと思ったんだよな。まあ、そんなのとかありましたね。今回ね、日本に行って一番食べたのは、チョコモナカかな。めっちゃ食いましたね。チョコモナカと肉まんを一番食べたかな。あとはしゃぶしゃぶ食べたり、焼肉食べたり、寿司は食べなかったかな今回。別に行けばよかったんですけどね、一回ね、行かなかったですね。鳥貴族一回行きましたわ、両親と。鳥貴族は結構初めて行きましたけど美味しかったですね。キャベツとか食べたんですよあそこ300円でキャベツ食べ放題かなんかできると思うんですけど、うまかったっすね、食って。あと締めのなんかラーメンかなんか食べて、全部食べていくらだったかな、2000、3000ぐらいか、親と行ったんで、3000ぐらいで食えましたね、3人で食べて。やっぱ日本の外食はでも美味しいなと思いましたね。いっぱい種類ありますし、アメリカ来るともう大体食べれるもん限られてくるから、やっぱ日本はいいなと思いました。コンビニもどこでもありますしね、向かい同士でもあるし、こっちにローソンあったと思ったらこっちにセブンあって、ファミリーマートあってっつって、よかったな。あとね、あれ食いました、シナそば。初めて、出張で行った時に食いましたけど美味しかった。きつねうどん買ってね、でコロッケと、あと何入れたかな、なんか入れたんだわ。美味しかったですね。それで400円とかだったかな。しなそばもう一回行きたい。それでね、日本に今回行った時にどうしても欲しかったフィギュアがあって、それもね、秋葉原に通って2、3回って探したのかな。おぼろ村正っていう任天堂Wii かな、プレイステーションビータでも出てましたけど、まあ、そういうゲームがあって、それに出てくる桃姫っていう
女の子のフィギュアがあるんですけど、なんか着物着た、それがどうしても欲しくて、それを探しに秋葉原に何回も行きましたねフィギュア探しに。でもあそこってそのすぐ閉まっちゃうんですわ。時間8時とかに閉まんのかな。だから仕事終わった後に秋葉原行きましたけど、もうすぐ閉まっちゃうんで、もう早く探さなきゃと思って歩き回って、寒い中でメイドのお姉さんにすっげえ声かけられるから、移動するとこ移動するとこ、また可愛い女の子のねメイドさんいて断りにくいからさ、すげえなんか嫌だった、断るの。あ、すいませんってもう頭下げて謝ったけどすいませんつって、でスガキ屋行ったのかな。スガキ屋とあと、モンモンじゃなくて、なんかもう一個あって、いろんなとこ見ましたよ。でやっぱ今すごいのが、エッチなフィギュアってものすごい売ってんすね。特に目についたのは、あのガンツのレイカの、なんていうの、まあ、ガンツって漫画があるんですけど、それに出てくるあのモデルとか女優やってるレイカっていうキャラがいて、その子がもうなんかすっごい服着てるんです。もう下乳が出てて、そうやってティーバッグ履いてみたいな、それとかすっげー置いてありましたね。とかもうなんていうの、箱が見えないようにちゃんとカバーされてるやつ、もう多分全部見えてるんでしょうね、乳が。とかそんなのがありましたね。やっぱ買ってる外人とかいましたよ。でも桃姫はそういう卑猥なやつじゃなくて、なんかね着物着た、その剣持った感じのフィギュアで、それがアメリカで買うと1万円ぐらいするんですけど、日本だともうちょっと安いかなと思って見に行って、6000円ぐらいで買いましたね。よかったかなと思って。あとねあとあられちゃん買って、粘土ロイドの、あられちゃん好きなんですけど買って、あと、絆愛の粘土ロイドも安かったんで買ってみました見たことないんだけど YouTube 可愛いかなと思ってちょっと買いました、ね、あとあれ買いました、13騎兵っていうゲームか物語だったかな、それをちょっと買って、まだプレイできてないんですけど、ここら辺かな、結構買ってしまいましたね。でもそれも全部ね、あ、13騎兵ものがゲームは秋葉原で買ったんですけど、フィギュアはもう全部 Amazon で買いましたね。結局ね、秋葉原の店全部お店見てももう売ってなくて、ほぼでオンラインでやっぱりいっぱいあったんで、もう Amazon で買いました。で住所ないんで、今回初めてね、コンビニに送ってもらって、でコンビニで、ゲットしましたけどね。すごいすごいですね。あのホテルの、泊まってるホテルの1階にあるファミリーマートに送ってもらってピックアップしましたけど、便利な世の中になりましたよ。住所なくてもアマゾンから買えるんですもん。すごいことですよ。いやーよかったよかったって感じですね。ちゃんと機械でなんだっけ、紙発行してそれレジ持ってって来てましたもんね、アマゾンのパッケージとかね。まあ結構満喫しましたよ。でももうちょっとね、去年行った時に会った、オフ会で会った方とか、次会いたかったんですけど、だけど、まあ、それを多分しちゃうと、もう、体力が全部なくなって、リアフレに会えないと思ったんで、申し訳ないですけど、そっちにちょっと力を使いましたね。うん。また次回行った時は、YouTube の方とまた一緒に遊びたいなと思ってるんですけど、今回はまあ、そんな感じで。でも日本からアメリカ帰ってきて、やっぱり家がいいなと思いましたね、一番。うん。僕には、やっぱ日本はちょっと合わないのかなと思いました。トイレの話もありますけど、やはり日本が、住み慣れてないからアメリカがいいかなと。思いましたね。いいんですけどね、日本も。だけど。とかかな。あと何、あと何あったかな、それぐらいかな。あと髪切りましたね、日本でね。こっちの感覚だと3000円とかが結構高いランクに入るんですわ、男の床屋だとね。通常アメリカって1000円とか、高くても2000円とかかな、まあ、全然うまくないですけど、通常そんなもんですよ髪切ると。でもまあ、日本行って、まあ、4000ぐらいで髪切れるだろうと思って、
自分東京の新富町に泊まってたんですよ。でそこで泊まってる時に、まあ、近くの美容院見たら、あそこって銀座が近いんですよね。だそっち寄りの美容院しか携帯で探せなくて、電話してで今日行けますかって言ったら、ああ全然問題ないです、どうぞどうぞって言われて、でまあ一番最後に値段聞いたら、いや8000円ですって言われて、いやー髪に8000円はないだろうと思って、まあ高校生とかね、なんていうの、もうちょっと若ければまあそれぐらい髪の毛にお金使っていいんでしょうけど、なんかまあ別にもうねいいやと思って、で自分の仕事し、今回出張で仕事してたところの1階に床屋さんがあって、でそこに行ったんです。もう仕事中、仕事の昼休みにもういいやと思ってそこ行ったんですわ。髪の毛に金髪入ってて、早く金髪切りたかったんですよ。その仕事場でなんかいなかったから、そんな人。その床屋行ったら、変なおじいさんが、変なさ失礼ですけど、おじいさんが出てきて、うーっとか言って、すっげえ耳遠い、ね、その人。で、すいません、いくらですかって何回も聞いてんのに、全然それ聞こえなかったらしくて、あーどうぞどうぞとかって、もう席にすぐ案内されて、で、座った後にやっとなんかいくらかって質問に回答してくれて、あー1000円でいいよっつって。で、1000円で切ってもらって。でもね、1000円で切ってもらっても、やっぱりアメリカ人の人が経営してる床屋さんよりよっぽど日本人の多分髪の切り方知ってるんでしょうね。まあまともな1000円でこれだったら全然文句ないですよ。でよかったですけどね。まあでも美容院で8000のお金で髪切ってもらったらどれぐらいの髪の毛になるんだろうっていうのはすげえ思いますけどね。興味はある。うん、まあでも満足ですね、髪の毛はこれで。まあ当分切らないんでまた伸ばすんですけど、まあ、そんな感じですかね。あと今回、そう今回ね、渋谷にも行ったんですわ。で、なんで渋谷にいたかっつったら、メガドンキがあるって言って、でメガドンキでお土産を全部買おうと思って、まあ、すっげえでかいショルダーバッグみたいなの持って行ったんです、メガドンキに。そしたら今までね、そのなんかうちのおじいちゃんおばあちゃんとか、まあ、両親とか周りのその年をある程度重ねてる人が、いや渋谷は若者の街だわ、あそこ行くもんじゃないわってよくなんか言ってたの聞いてたのよ昔ね。で今回初めて渋谷のあのハチ公前の方とか行ったら、もうほんと自分が場違いだなって感じるぐらい、やっぱ若者のパワーを感じましたね、渋谷行って。であの渋谷の前でなんか、なんだろう、登録者50人、有名 YouTuber があなたの未来をなんかアドバイスしますとか、なんかそんなのがあったりやってたりとか、実際にビデオ撮ってとか、もう人だまりがすごくて、もうあとね、金髪の人が多かった多かった。なんでかわかんないけど、日本人の金髪の人ってやっぱ怖いよね、見るとね。わかんない、精神的に怖いのかな。アメリカで若い金髪の、まあ地毛で金髪なんですけど、そういう人見ても全然怖くないのに、日本人のなんか金髪の人ってうわー不良だわーって思いますよね。でもうみんなスタ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 歩いて、自分なんかドンキでね買ったもの全部入れてるショルダーバッグ持ってたから、もう人もガンガンもう見境なくぶつかってくるしなかなか、そうですね、渋谷はもう二度と行きたくないですねうん、違うなーって思ったけど、渋谷はやっぱり。メガドンキもなんか大したもんなかったの、そんなに。カルティさんと去年行ったメガドンキの方がよっぽど品揃え良かったなと思いましたね。いやー、だそう渋谷でしょ？あとどこ行ったっけ？あ、あとね、秋葉原に行った時にあそこあれ見ました。シュタインズゲートの柳葉神社のモデル？柳葉神社だっけ？ルカコっていうキャラクターが、いる神社があって、そこを見ましたね。なんか知らないけど。そのモデルになった神社があるっつって、行ったらすっげえちっちゃくて、はぁと思ったけど。そんなもんかな。あとね、ラーメン食べましたね。なんかね、北新宿だったかな。まあ、そこに、うちの弟がね、ラーメン好き で連れてってくれっつって、連れてってもらったんですけど、その、北新宿かなんかにあるラーメン屋さんが、
ミシュランから星をもらったと。でそこがもうすごい行列になってて、そこに行ってみたいっていうことで、じゃあ行こうっつってわざわざ電車乗ってね、うちの弟阿佐ヶ谷に住んでるんですけど、新宿まで行って、それでラーメン屋行ったら定休日でねはぁって思ったけど定休日で、食べれないで別のラーメン屋行きましたけど、まあ美味しかったですけどね。その後龍が如くの舞台になってる歌舞伎町に行きたいっていうことで、俺が歌舞伎町行きましたけどね、あれすごいですね、龍が如くの本当街そのまま再現されてて、自分が高校の時かな、歌舞伎町によく映画とか見に行ってましたけど、すごいエッチな、なんていうの、お店が多かったのよ。イメクラとか、で看板とかももうボローンっていう、まあね、B 地区出てたかちょっと覚えてないですけど、まあいかがわしい看板結構多かったんですけど、今回行った時はそうでもなかったですね。結構綺麗になってて、まだちょこちょこいかがわしい店ありましたけど、でもなんていうの、綺麗になってましたね。あとロボットレストランっていうのがとかってあったりとかしてて、まあ、こんなもんかと思って、そのビデオもあるんですけどね、まだ出してないんですけど、見たりしましたね。そうだな、あとなんかあったかな。まあでもそんなもんかな。まあでもたまにやっぱ1年に1回ぐらい日本に帰るのは全然いいかなと思いましたけどね。いや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 、まあそんな感じでした日本は。じゃあちょっと気持ち切り替えて、最近のちょっとニュース事情なんかもね、話しましょうかね。あるかな。あ、ちなみに、あ、そうそうそう、もう一個思い出した言いたいこと、あれですわ、ほらコロナウイルスが流行ってるっつってて、行きのね飛行機に乗った時にもう隣が即中国人ですげえビビったって話ありましたけどね結局大丈夫だったと思うんですけど、まあでも今やっぱ旅行するもんじゃない、結構怖い、中国人の人見るとねあれって思うけど、まあ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 そんなもんでしたね。で日本の話はまあこれぐらいで、でゲームの話戻りますけど、あれですね、ファイナルファンタジー7リメイクのデモが出てるっていうことで、まあ、プレイして動画も出させていただいたんですけど、いやーすごかったですね。皆さんもプレイしましたかね。ただでできるんで、ぜひプレイしてない人はやってほしいんですけど、ゲーム内でも話しましたけど、ファイナルファンタジー7結構な思い出のゲームなんですよね、自分の中では。全クリしてないんですけどだから脳内でこうなんていうの、ある FF7 の思い出を残しつつ、リメイクの7やるとやっぱりすげえ感動しますよ。あ、こんなだったのにっていう、それがこんなグラフィックになるのかと思って、あのプレイした後にもう一回 YouTube で過去の FF7 のプレイ動画ちょっと見たんですよ、他の人がやったやつね。したらね、やっぱすごかった、こんな綺麗になるのかと思って、やっぱキャラクター喋ってるのもすごいいいし、画像があんな綺麗になってるのもいいし、正直ちょっと期待してますけど、でもねやっぱゲームがすっげえ値段が下がるんじゃないかなってのも心配してるんだよね。わざわざ新品で高い金出して買うあれがあんのかなってちょっと何回も騙されてるんでね、スクエアさんに。動物の森もあるし、ニオ2もあるんで、ちょっとね、買いたいんですけど、まあ、考え中。ちなみに、ちょっと待って。うわ、なんか書いてある。ファイナルファンタジー7、10、20年後に奇跡が起きるぞっていう記事だな。何これ。FF7 リメイク、北瀬なんとかプロデューサーが、海外サイトゲームスポートのインタビューに応じ、本作リメイクは今後何十年後先にも求められる可能性があると述べています。何これ ?FF7 はオリジナルのままであれば過去のゲームと捉えられ、それに向き合ってくれる人は少なくなるでしょう。これからの世代の人たちにも愛され続ける作品にするためには、
我々が今しているようなアップデートが必要になってきます。10年後もしくは20年後またリメイクが必要になるかもしれません。自分のキャリアの残りすべてがこれだとしても自分はがっかりしないでしょうね。それよりもリメイクって言ってるけどね、全部なんていうの、ゲームが完結したリメイク作ってるわけじゃないんだから困るよね本当にミッドガル脱出編しかないんだからさ、お願いしますよと思いますけど、まあそうですね。あとはどうだろうね。あんまないな。あ、そういえばあれ見ました。中国で新型コロナウイルスの動画てか写真で、赤ちゃんをなんか運んでる写真で、なんだろう、デスストランディングみたいな写真になってるやつ見てます？赤ちゃんをなんていうの、なんか入れ物に入れて胸に背負ってるやつ。これ本当デスストランディングだよ。これびっくりしたよね。これ見たことない人はちょっと見てほしいですね。宮川大輔に顔が似てるって言ってんだけど、確かに似てる。運んでる人ね。でれれ、そんなもんかな。なんかあんまり面白い記事ないですね今日。そうなんだ。なんだろう。ないわ。いやー、そんなもんですね。まあちょっと長々と喋りましたけども、まあ、今日のラジオはこれぐらいで。ということで皆さんご視聴ありがとうございました。いい夜をお過ごしください。ピース。